それなくね。はい、どうもエルザです。それではマイクロダンジョンやっていきたいと思います。まあね、前回だいぶダウンロードコンテンツというかこの辺りやったんで準備も整ったんでね、補強席の方に行こうかなと。推奨パワー上回ってるからいけるとは思うんだけど、まあやっていこうかなと思います。歯が手で大骨に倒した邪悪な村人の王は城壁の方へ逃げたが、そう遠くまでは行っていない。急いで後を追い、街頭までの道を切り開くのだ。邪悪な村人の王とその恐怖による支配は今夜終わる。なんか最初バグってたよね。さっさはずるい。おう、そういうことね。そうだね、魂がそこまであまり切らないって感じか。全然使えないね。お子さんかな。いや、こうかな。ないね。こっち進むのか。そしたらこっちだな。反対側。ない。持ってない。いいね。
だからって、アーティファクト、いい、あっち。アーティファクト出んのかな、出るとめちゃくちゃ、助かるんだけど。ダメ。嬉しいねー。あー、これはうまくマップを使って、うん、これはマットこれはマット。まあなればね。これは正面が正規ルートだからこっち。何も出ない。また反対側にも行ってみよう。
半分ぐらい来たかな。そんな早いことはねえか。まあでも村人の王っていうだけだってちゃんと家があるね。こうこうなればね、全然怖くないから。弱体はやっぱ強いね。一人ソロプレイの時はなおさら恩恵を感じるっていうことだった。また出てきた。ハハハハ、嘘やろ。そんな出る？一体出てくるでしょ、そしたら。ただアイテムが出るからレアドロップが、まあ、レアドロップを狙うって感じだね。それなくね。あ、来た来た来た。いやそれはないでしょ。あ、矢が欲しい。どうないの。あ、まただ。あるんだったらね。もう倒すよ。もうそんなのね、手加減する理由はないからね。よし。あー、アイテムは出なかったんだね。そうなんだよね、TNT100 程度のダメージだからね、まだちょっと物足りないんだよな。アイテムはなし。
地味地味地味も40ヘビークロス。で、これでエコーが3秒になったから、アトラになる。なんかエコーのボタンが消えれば3発目っていうか出てきあのエコー発動できるわけですよね。テンポが良くなったね。いや、いい感じいい感じ。レッドストーンゴーレムがさ、思ったより数が出るから矢をね、ちょっと溜める方向で。行こうかなと。ないよりは貯めた方がいいよねみたいな感じだね。なんか進んじゃった感あるけど、なんか出たね。本当出た時に音楽が鳴るのはありがたいね。なんか奥行ける感じだね。なんかあるのかな方向。いやー、なんか行ける方法あるんだろうな。隠しだろうね。どうやっていくんだろうね。全然わかんない。まあなんか中ボス戦来そうな雰囲気もするけど。なんか落ちてる。フレーマーか。あ、落ちるのだけは勘弁だけどね。あ、2つはいらんな。あ、こっちは
マップ見ずにガンガン攻めてるけど、何を見つけてんのか全然分かってない。さっきのお宝ぐらいかな、取れて。また落ちるんじゃないかっていう感じだよね。TNT を上げる。マジでさ、まともに当たったことないぐらい、このマップではほとんど TNT は意味がないね。あ、でもまだまだ先は長そうだね。なんかすごい大きなゴーレムがいるね。待ってくれてんだもん。はい、これこっち行くと、あ、戻るんだね。まあまあまあ、相手待った時ないし、またあるのか。いや、でもマップ的に一直線になってきたね。これそろそろいい感じなんじゃない？さあ、もう守る者はいなくなった。玉座っぽいよね。そろそろ正面来たよね。ないね、ちょっと下気になるね。あ、矢があるし、矢は取り行こう。地味に高低差ダメージ入るんだよね、ちょっとしたことで。
いい。ああ、いい感じですな、もう。ここまで来れば。ああ、もう最後っぽい。いらないのはね。あ、雪玉とかあるんだね。クリティカルヒット、あ、これすげえ。パワーと読む攻撃。ボス戦には有効そうな能力だね。面白い能力あるんだね。浮遊射撃。テンポセフト。これが加速。よし、行くか。おお、来た。弱くね。弱すぎじゃない？あ、まあ、ですよね。で、でレベル低いんだよね。ちなみにヒューズ成長弱体。リフレッシュ。ああね、攻撃。うん、うんって感じ。あー、てかめちゃくちゃここ綺麗だね。あ、でもなんか奥に行ってるね。あ、なんか暴走してそうな。村人たちの敵、邪悪な村人の王は倒れた。悪を滅ぼし、世界を救った偉大なる英雄たちに感謝を。うまくいくと思っていたが、まさかこのような結末になるとは。
なんだよ、最後普通に仲良くしてんじゃん。んで何？で、結局、その、暴走した塊が、また出るみたいな感じ？で、集会になるのか。あまあでも、このあたりはダウンロードコンテンツで分かっていく感じなのかもね。もともと、周回ゲーではあるからね、このゲームがね。ショックパウダーか。あ、アドベンチャー出たね。敵の体力と攻撃力が強化。ちなみに、デフォルト、アドベンチャー、アポカリプス。だから3周ぐらい、2周しないと最高難易度はできないって感じだね。ちなみに、めっちゃ上がるじゃん。68とかいくんだ。最後見ようか。どんどん一人がきつくなっていくんだろうね。まだ42だもんね、出てもね。はい、ということで今回ここまでというか、マイクラダンジョン自体はここまでになるかなと思います。ダウンロードコンテンツを買えばってところだね。あとはまあ今回がスイッチの特典というかトライアルでやったんですよ。で、まあ、プレイ時間としても、はい、14、5時間で一周できるのかな。まあ、慣れてくればどんどん速くなるんだろうけどね。こう、初心者向けのハックスラって感じだったね。でも、それはそれで敵の数も多かったりするから、一人でやってもいい難易度っていう感じかな。これまた友達とすると違う楽しみがあるんだろうね。ちなみになんかマップがね、こう変わるのかなと思って、ちょっと周り見てみようか。ここはもうあれだね、ダウンロードコンテンツに飛ぶって感じだったからね。なんかクリアして出るのかな。結局この家は自分の家っぽいしね。何もない。これね、村人もさ、結局途中から、あ、なんか向こう行ける。ここまで助ける必要がないっていうか、もう助ける人がいないというかね。あ、こっち行けるね。ちょっとこっちまで見て行ってからにしよっかね。あー、で、ネザーに行ける感じか。だから、これ、宝箱探してねっていう、探してもらえれば、こう、次行けるというか、新しい場所が分かるってことか。マップは表示されないからね。で、ぐるっと回って、あー、で、繋がると。あー、なるほどね。クリアしないといけない感じなのかな。じゃあこの中は、あー、これ絶対開発者の顔でしょう。これこんな香りがプンプンする。で、マイクラの土だね。お、犬。パパ、え、何？いやー、なんかあるんだろうね。ルーン文字を判別。あ、これもなんか集めれる様子なのかな。結構あるんだね。まあまあまあそんな感じでね、ここまでとなります。また機会があればダウンロードコンテンツしよっかな。結局難易度上がって、で、また1から、
ただね、ハードをこういうのこなしていくっていうのが基本的な感じなんで、ここからだろうなーって感じかな。ここからさらに頑張りましょうってところだね。あ、落ちれるんだ。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また別のゲームやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録、高評価いただけますと今後の励みになります。ということで、また次回お会いしましょう。それじゃあまたねー。